今日は31ページを勉強しましょう。ここには能力が低いとき、あるいは能力を発達させようと思っても言い訳をするとき、どんなことを言うかということが書かれていますね。ここに書いてあるのは、例えば、でも能力がある人って人をバカにしそうだしっていうのが書いてあります。こんな風に能力がある人に自分がバカにされているような、そういう人がちょっと怖く感じるというようなことはないですか？これは本当にバカバカしい考えなんですね。その人たちをそういう風に捉えると、ちょっと意地悪な人に感じませんか？でも本当はそうじゃないんですよね。自分が能力が低い、それは実は自分が人に頼ろうとしているからだということが裏にあるので、深層意識はそのことが分かっているんです。そうするとそれがちょっと恥ずかしいんですね。自分ってダメだなっていうことを知っているんです。そうするとそれを指摘されると困りますよね。自分が変わらないといけないということになってしまいますし、変われないとまた罪悪感に陥りますし、そういうことは嫌なんです。だからそういうふうに思わせられる能力のある人たちが嫌な感じがするんですね。それでこの人たちは性格が悪い人なんだということに置き換えてしまうんです。本当は能力の高い人たちが嫌な人なわけではありません。また女性で言うと、例えばお姑さんがいつもいつもきちんとして身綺麗にしていると、お嫁さんとしてはなんとなくこのお姑さんって嫌な感じっていうふうに思うことがあるんです。これは結構あるケースなんですよ。これは実は自分がもっとだらしなくしていたいので、そういうふうにきちんとしているお姑さんを見ると、なんだか自分が責められているような感じがして嫌な人だと感じるんですね。これはとても損なことです。こんなふうにできる人を見ると自分の弱点をつつかれるような気がするから、そういう人を悪く思うという癖があるんです。これはやめた方がいいですよね。今日はこの辺で。また次回。